ファンタジーラジオ。はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。はい、今回はね、ちょっともうなんだ、ぼやきだ。もうほぼほぼぼやきだ。今日は、うん、欲しいものがあって、姉、姉が欲しい。まあ俺は兄弟がいないからね、一人っ子ですから。あのね、ちょっと俺の妄想の話を聞いてくれよ。妄想な、妄想。まあある日の夜だよ。こう部屋ノックされて、はいと。ゆうた、ちょっとこれ教えてほしいんだけどって。買ったばかりのスマホを持ってくるんで、俺のところにね。で、俺がそれに対して気だるそうに、ここはこうって。もう、すごい雑に教えんの。雑だけど、ちゃんと教えんの。言い方きつくちゃんと教えるのね。すごい言い方きついんだけど、そのね、姉は、ありがとうって言ってくれんの。で、部屋を出てくの。いいよねいいよね、それいいよね。もうね、どんぐらいだろうな。人と会話をしてない、人と話したいな。切ないな、人と会話がしたいな。俺もずっと壁に向かって喋ってるもんな。姉が欲しい。終わり。またな。